はい、うまいですね。うまいですけど、あんまりスマートな腹っていう感じはしないんですね。まずちょっと大きく書くとこんな感じになります。で、このようになりやすいんですね、人って。で、こういうふうに広がっちゃうんですね。こういうふうに、なんかスマートな腹っていう感じはしないですよね。これを草冠を小さくするんです。こんだけで、低い高い高さを変えます。で、しっかりと慎重に描きます。これで次大事ですね。ちょうど中心ぐらいからいいですね。ストレッチ止まる、ふわーっといく、跳ね上げる。ここに丸1個分開くといいですね。空間1個分で、おそらく浩介さんの癖は、今までの字をたくさん見てきてましたけど、草冠に書いた時にここがひっつくんですね。で、これは多分無意識でこうなってしまいますから、多分気づかないと思いますので、意識してほしいんです。こうなって花を書いたら字が暗く見えるんですね。でも、ここ開けるだけ、これ簡単なようで結構難しいんですね、開けるっていうことが。でも開ければ字は明るく見えます。何度も言うように空気の通り道を作ってほしいですね。ここ開けるんですよ。じゃあ今書いた字はどうかというと、やっぱりちょっと狭いですよね。通り道がちょっと狭いですよね。ここ空気の通り道開けるんです。そしたら字が明るく見えるんです。じゃちょっとこれを見ながら書いてみてください。ここが、はい、いいですよはい、はい、いいですね。そうすると縦線が長くなりますよね。ですね。で、払う角度、位置とかね、高さ、はい、じゃあちょうど中心ぐらいから、長さ、止まってふわっといって上がって跳ね上げる。これスマートになりましたね。この草冠にしっかりと間を取ってくださいね。こういう風に、はい、これ外から中に入れる感じです。で、次も外から中に入れる感じにすると、自然と間広くなりますよね。はい、止まる、うん、それとバランスいいですね。うん、やっぱ草冠が広がったことによって字が明るく見えないですかね。ああ、そうですね。そうです。やっぱりお日様が当たるとか、明るく花は育つように明るく育つんですね。いうふうに空気の通り道をしっかりと、あと太陽の通り道っていうのを作ってほしいんですね。はい、はい、いいですよ、いいですよ。あ、上手に描けてますよ。はい、はい、はい、上手にまとめてます。メリハリつけるためには角度つけるんですね。あとはちょっと出すとこ出すとか、線の長さに強弱をつけるとかいうのをやります。それを意識してちょっとご覧ください。草冠は小さめです。で、低い、高い、こんな風でも草冠に変わってきますね、高さがね。で、次欲しかったのが角度ですよね。もうね、これおそらくもう分かっていらっしゃると思うんですけど、角度つけた字が強く見えるんです。今の字はここの差があんまりないのと、左と右が、あとこの火がまっすぐですね、ほぼ。こんだけでも違いますもんね、字の形が。で、次の長さを、横線の長さをここからぐーって反ります。もういつも以上に長いぐらいですね。そうするとこことここの差が出ますよね。そうするとメリハリがつくんです。
あとはこれ立ててまっすぐ、最後は払う、ちょっと長めに払います。スマートで、さっきも言ったようにここの草冠、ここは広いね、草冠を書いた後に、草冠をこう上手に書いてるにもかかわらず次を書く位置が低いんですね。ちょうどこの下がってるんですね。こうなっただけで足が短くなるのと、この辺が間が抜けて見えるんです。しっかりと引き締めてください。そうですね、角度つけます。そう、角度つけます。曲がった、曲がりましたね。はい、次力入れて長く反ります。ぐーっとしなってください。はい、でついてゆっくりと抜く。いいですね。